次、多分ね、これ5個だと思うんだけどな。あ、落ちた筆箱。はい、じゃあ5番やっていきますか。時の牢獄、わずかに生活の痕跡が残るいずこかの牢獄へとあなたを誘います。オッケー。誘って。もうね、大丈夫だよ。うん。大丈夫。もう大丈夫。慣れてる。多分。はい。はあ、鼻をつくようなカビの匂い。頬に触れる固く冷たい床。目が覚めるとあなたは見知らぬ牢獄に閉じ込められていました。どうして？どうしてですか？なぜなんですか？うわ、この影の感じリアルだね。すごいと思う、俺これ。ね。あ、ねって言っても牢屋とかわかんないから。気持ち悪い。和風だね。うん、あれ？これは、あ、トイレですか？ちょっとこれ、何ですか？何者かの手帳。あの子との生活はとても楽しいものだった。しかしあの子自身はやはり姉のことを忘れられなかったらしい。夜中に一人泣いている姿を見るととても心苦しく思う。はいはい。これあれじゃないですか、白雪さんのことじゃないかな、多分。あれ、誰か入ってきた。白雪、お姉ちゃん、お腹減って動けないよね。美味しい食べ物持ってきたよ。何？え？これは。ありがとう、白雪ちゃん。でもなんか嫌な予感がするのは私だけですか？なんだろうな、これ。美味しそうだね。何これ。また入ってきた。何？白雪どうした？お姉ちゃん、ずっと水しか飲んでないね。美味しい食べ物持ってきたよ。何？なんだろうこれ、桜餅？これ普通の餅なんじゃないの？口ですか？口じゃない？今のこれ、なんだろう、耳かな。なんで電気消す必要が、ごめんなさいね。この影の感じがね、いいよね。お姉ちゃん、もっと大きくなってほしい。美味しい食べ物持ってきたよ。うわー、どこから持ってきたんだろう。どうもありがとう、白雪。白雪すごいね、入ってきたんだね。え、白雪モードもう終わり？食べていいよってこと？もうこれは、ちょっと、ごめんね白雪。私、これはちょっとね、食べれない。うん。また来た。何白雪？白雪ちょっと近くで見よっか。やっぱ可愛いよね。白雪多分いい子だよ。何？全然食べ物食べてない。お前、お姉ちゃんじゃない。ごめん、違うんだ。これは、あ、戸を閉めるべきだった。ああ、呪われました。リトライです。多分、これはこっちの近くにいた方がいいと思った。おじさんもあの人も私たちのことを裏切ったんだよ。お姉ちゃん逃げ出さないで、私たちの居場所ここしかないの。多分ダッシュで近づいて閉めればいいんだけど、あ、脱出せよ。オッケー。あ、そういうことか。出たけど、あ、もういいのかな。はい、ここ
行きます。相手誰もいないでね。どこなんだろうね、本当に。白雪のお家って言ってたっけ。ローさんいる。ローさんはダメだからこっちに行くんだけど。あ、白雪ありがとう、ついてくよ。あー、また逃げ出さないでって言われた。白雪いる？